清盛はこう遺言を残しています。供養はいらぬ、頼朝の首を備えることこそ供養と思え。絶対者であった清盛のこの一言が和平の道もあった一族に最後まで戦いを挑ませることになりました。そして清盛の死後わずか4年で平家はその将来を託した安徳天皇とともに壇の浦に滅亡します。一族繁栄のため貴族社会を壊し、新しい世界を作るため権力を手に入れようとした清盛。しかし清盛はいつの間にか自分が否定しようとした古い体制の中に取り込まれていたのです。六波羅蜜寺に残る清盛塚、しかしこれは供養塔です。実はあれほどの栄華を築きながら清盛にはその墓すら残っていないのです。おごれる人も久しからず、ただ春の夜の夢のごとし。たけき者もついには滅びぬ、ひとえに風の前の塵に同じ。平家物語より。